敬魚、春雷賞 <laughs> さあ、え来、ー、ました。G1 の季節がやってまいりました、皆様。はい。軽魚ということで、えー、前回はですね、これは2月の7日にやってるんですが、はい。今回第2回ということで、えー、G1 の春雷賞、えー、っていう重賞ですね。 の経をちょっと皆様にまあ久ししぶりなんですがお届けしたいとと思いいます業、はいえー、うのはですね、えー、僕が発明したオリジナルの公営ギャンブルなんですけども、はいえー、まあねやれ馬を競わせて競馬とかね人が自転車に乗ってレースして競輪とか船乗ったら競艇とかいろんなありますが軽業ですはい、えー、魚でやってます ねえあの前回ね本当に単勝1倍台の一番人気の、まあ、赤が飛ぶというね事件はあったんですけども、はい、今回も皆様、えー、ちょっと枠順をこの後発表しますがその時点でぜひ予想してみてください。で、えー、犬種が4種類ありまして、はいえー、単勝で副賞レンと三連単の4種類ですね。 えー、すいません前回魚連って言ってたんですよ魚連って書いて魚連って書いてて編集してる時にああこれ魚錬の方が絶対ええやんって思って魚、はい、ンにさしてくださいすいませんねっ馬連みたいに、うん、そこはそこは訓読みがええなーって魚ンで生かしてくださいということではい、経緯をやっていきたいいいと思まますすお願いしますでは枠順こちらになりましたさあということで 枠順は以下のように決定いたしましたえーねえあの軽魚というのはですね圧倒的に外枠が有利でございます、えー、この、えー、釣り竿をですねはいこの外枠にこうやって垂らしてあとはこう自動的に動いて、えー、魚がパクッと加わえた時にこう釣り上げた順番が、えー、勝敗を分かつんですけども。 はい。えー、それで言うと、今回皆様ご覧ください。ピンクが一番人気ですね。これはね、いやでも、春雷賞はやっぱりピンク強いですよ。やっぱ桜の色なんで。はい。えー、しかも、ウニからいつも始めるので、はい。この外枠に、三連ピンクというのは、正直、まあ断、断定。 一つもダントツですよね。前回も赤が外枠に3匹ぐらいいたかな。で、あのー、すごいダントツ一番人気だったんですが、こ、これは正直ですね。1.3倍です。はい。今のところ、単勝1.3倍で、えー、ピンク優勢ですね。はい。なんですが、時点でまあ、緑が2番人気ですね。えー、外枠に、えー、2匹。 いいるのと中枠にもいますしかもここの中枠っていうのはですねワンチャンこのピンク三連を食える位置にいるんですよねはい中枠もチャンスありますからこの緑は、えー、2番人気まあでもうん4.8倍とかですかねはい、えー、で3番人気はねオレンジ赤が同率ぐらいで3番人気ですかね 外枠、外枠、で、中枠、中枠、で、内枠、内枠と。内枠はちょっとチャンスないと思うんですけども。うん、3番人気同率ぐらい。で、5番人気が青ですかね。今回ね、その、でも、全色1匹ずつは外枠に入ってるんで、まあ、混戦といえば混戦なんですが、はい、青はこことここ、内枠と外枠に入ってる。で、黄色が今回はね、 一匹しかいてないんですよね。ピンクとか緑はほら三匹ずついるんですが、うん。黄色は一匹だけ。でも、外枠なのでチャンス割りという、えー。こちらの配置になっております。さあ、皆様、単、え、焦、ー、複焦、えー、ウオレン、三連単、えー、各種、えー、投票券ですね。あのー、お買い求めの方は急いでください。はい。まもなく発送します。さあ、それでは参りましょう。軽業 春雷賞スタートそれではいきます、ウニからスタートします。うん、参ります、スタートさあ、始まりました春ショー、春雷賞。いいきなり1着出るのか、さあ、誰がまず最初にパクっと行くのか、えー、ピンクの3連像もあります、緑の2連もありますね、青、黄色、オレンジがいます。 ピンクがやっぱり、うおーピンクがすごいさあ前走は緑がすごいいい走りを見せました前走ピンクは、えー、確か最低人気でしたがこう,うわー惜しいピンク惜しい今ピンク惜しかったただポテンシャルはあるあとは引き上げるだけです引っかかってさお、えー、がびくつけば、えー、こちら竿を上げますこちらあの一切ですね、えー、不公平な、あのー、何か八百長などしていませんのではい。 ある一定の力が加われ今引き上げることになってますっていう例でピンクが一匹損しましたがそれはすいませんさあ始まっておりますさあいいどうだえ1、ー、着さあ大事ですえ3、ー、連単はピンク頭で売れておりますウオレ連もピンク頭で売れております緑も密かに人気ですさあどうなるさあそろそろ来るかねえー、赤緑緑と内枠中枠がえー、本日は活躍少ないですね え以前のレースでは結構荒れてですね、この真ん中の緑の魚、このこいつですね、こいつのとああ、すいません、ちょっと手が、手がすいません、すいません、ちょっとピンクがまた割り送ったか、すいません、ね、決してピンクを勝たせたくない運営の意思などではございませんので、はい、たまたまでございます、え、あの真ん中の緑の魚の位置を紐がいくこともありましたが、さあ、どうなるどうなるおっと、どうだ、これは。 これね結構意外に長いんですよ長くねえあのー、タイムがこうかかりますからはいさあどうだ赤か緑があ緑だなんと2層連続緑が1着ですすごいな緑さあここでみ緑を緑をはけます緑を1回抜きますみちょ,ちょっとこれが時間かかるえ緑が1着でさあ2着2着どうなるスタート さあまさかのピンクがピンクがちょっとね元気なかったか見事緑がついていきましたさああどうなる緑のここの隙間の分がどうなるかさあ一着緑緑はね前回もね、まあ、前回の話はまた後にしましょうさあ黄色ええ黄色なんと最低人気の黄色が2着に来た これはとんでもない荒れています荒れていますさあ3着どうなるさあ3着どうなるんだこれはこれはおっとピンクがこんなに3連であるのに意外ですねえー、まさか最低人気の黄色が2着というのは荒れましたねさあどうなるさあこれは おおピンク惜しかった今ねえさあ青かオレンジがおっとピンクはおっと来ないな赤か赤赤は前回えーねえ下馬評通りの活躍ができませんでしたさあピンクではなく赤か青か赤かオレンジ三つどもえださあどうなるおっとどうなるさあどうださあ赤青オレンジ青 青ではないかおっとおっと青がええこれは青か青なのかすごいすごい吸い込まれるように青のところに行っている青だー三着青一着、緑。二着、黄色。三着、青。以上で確定しました。 いやー荒れましたねーちょっと言葉も出ないんですけどもはいあのー、まず一番人気のピンクが飛んでしまうとはあんな外枠に3連でいてですよあれで飛ぶんやーっていう、はい、ちょっとえげつないです1.3倍とかでしたっけ単勝がなんと4着以下。 に沈みまして、そして、えー、結果ですね、三連単、えー、まあ一着が、緑が二番人気ですね。で、それはまだわかるんですが二着に六番人気、三着五番人気ですからね。緑、黄色、青。これ、変えてた人いるのかなはい。あの、おっつ、えー、は、こうなりました、結果。はい。 こちらで確定しましたがちょっととんでもないですねやっぱり赤とかピンクとかあの一番人気のプレッシャーあるんですね経営が難しいなぁだってもう本当に何でしょう自然のというかこんなに運だけの要素のギャンブルないですよ宝くじより運の要素ありますから はい、競馬は馬の力そしてジョッキーの力厩舎、えー、の力、まあ、いろんなのが相まって一つの、ね、スポーツになってますし競艇も競輪もテクニックっていう実力が介入してきますが、ね、宝くじも何だったらあのこの売り場から何頭出ましたみたいなあるじゃないですか。だけはもう本当のの運勝負ななんででねもう これはちょっとすごいな、まあ、ちなみになんですけどもすいませんあの私もですねあの、まあ、応援漁券じゃないんですけど今回、春来賞のこれ買ってましてですね、はい、これもすごい良かったですあの3連単の、ね、緑黄色青10億円買ってましていや僕は、ね、たまたま本当に、ね、こっそり、ね、買ってたんですけど。 あよかったこれでもうすごいずっと今年負けてたんであの取り返せましたはいありがとうございますさあまたですねあの稽業、えー、したいと思いますので皆様是非第3回の稽業もお楽しみにありがとうございました